様や良い3月22日日は、本本の芸術家、長野県松本市生まれ、幼い頃から悩まされていた幻覚や幻聴から逃れるために、それらの幻覚、幻聴を絵にし始めた。1957年に渡米すると、絵画や立体作品の制作だけではなく、ハプニングと称される過激なパフォーマンスを実行し、1960年代には、前衛の女王の異名を取った。 草間や生のいくつかの作品は水玉模様などの同一のモチーフの反復によって絵画の画面や彫刻の表面を覆うことが特徴の一つである合わせ鏡を用いて光やオブジェを無限に広がるように見せるインスタレーションや弾根状のオブジェを日用品などに貼り付ける立体作品も制作しているカボチャをモチーフにした作品もしばしば見られるまたファッションデザインや 小説執筆などの活動も行う。ファイル、やよいくさまサイニング .jpg 作品を制作する草さま、シャングリラの花、草さまの作品を常設展示しているフォーエバー現代美術館、松本駅近くで、種苗業を営む裕福な家に生まれ、幼い頃から草花やスケッチに親しむ。その一方、少女時代から統合失調症を病み、 繰り返し襲う幻覚や幻聴から逃れるために、それら幻覚や幻聴を描き止める絵を描き始める。草間は、現在に至るまで水玉をモチーフに制作することが多いが、これは耳なし法一が、幽霊から身を守るために全身を強で埋め尽くしたように、彼女が恐怖する幻覚や幻聴から身を守るために、作品全体を水玉で埋め尽くす儀式でもある、とされる。1945年、 大戦下に疎開してきたがからが立ち上げた、第一回全身集美術展覧会で並いる、顔ぶれの中16歳で入選。松本高等女学校を卒業後、京都市立美術工芸学校の4年生、最終課程に編入して、日本画を学び、翌年卒業。後に役立つ絵画技法を身につけるが、旧平なな日本画団に失望。松本の実家へ戻り、新職も忘れ。 毎日数十枚以上を描き、没頭する。1949年、京都市立美術工芸学校絵画家を卒業。1952年、地元の松本市公民館で二度の個展を開く。一度目の折、精神科医の西丸志法が立ち寄り、官名市を購入。関東精神神経医学学会で紹介するほか、知人で、ご不保研究で有名な精神科医。 式場龍三郎が東京日本橋の資料機や百貨店などのツテを紹介し、縁を得る。二度目の古典では、首都青ぐ松沢育に参上出品してもらい、パンフレットに松沢育と恋だった当時著名な美術評論家、滝口修造らの寄稿文も掲載される。西丸博士と滝口は、その後生涯にわたる良き理解者となった。1954年から翌年にかけ、 東京で4度の個展。白木屋百貨店ほか、滝口の関わる竹宮画廊でも個展。滝口がニューヨークの第18回国際水彩画ビエンナーレへ彼女を紹介し、渡米の糸口を作る。この時期、素描の他にコラージュなども量産している。1957年に渡米する。活動の中心をニューヨークに置き、ドナルド・ジャットやジョゼフ・コーネルらと親しくなる。 絵画の見ならず断根状のオーブジェを寄生品に貼り付けた立体作品やインスタレーションをはじめ、ハプニングと称される過激なパフォーマンスも実行。1966年には、ベネツィア・ビエンナールにもゲリラ参加し、1960年代には、前衛の女王の異名を取った。平和、反戦運動にも携わる。1968年、自作自演の映画、 草間の自己消滅が第4回ベルギー、国際短編映画祭に入賞、第2回アンアーバー映画祭で、銀賞受賞。また、第2回メリーランド映画祭でも受賞。1973年、親友で、パートナーのジョゼフ・コーネルが死去した。草間マ体調を崩し、日本へ帰国、入院した。1978年、諸女小説、マンハッタン自殺未遂状周を、 発表、1983年、小説、クリストファー・ダン・ショーク屈で、第10回野生時代新人文学賞を受賞するなど、小説家としての活動も行っている。小説もその芸術創作と主題がリンクしており、少女時代の原始体系をモチーフにしたものもある。草間の活動が再び活発になったのは1990年代、初頭である。1993年、 ベネツィア・ビエンナーレに日本代表として参加。世界的に再評価熱が高まった。2009年には正方形の絵画群である我が永遠の魂シリーズの作成を始める。同年に英雄のイーダブランドの端末をプロデュース。2012年にはルイ・ヴィトンとの共同コレクションを発表するなど商業分野での活動も盛んに行っている。弥生・草間ミュージアム。 草間弥生美術館、草間弥生美術館が2017年10月1日に開設された。館長には竹畑明が就任。現在の取扱代理画廊は、1980年代からオータファインアーツ、2007年からビクトリアミロギャラリー、2013年からデビッドズワーナーである。松本電鉄、バスタウンスニーカー草間バス水玉ランブ号。ありがとうございます。